夏のリオデジャネイロオリンピックに向けてバドミントンの日本代表選手団が沖縄で強化合宿をスタートさせました。昨日沖縄入りしたバドミントンの日本代表選手22人は今日糸満市のビーチでトレーニングに臨みました。昨年末世界大会のシングルスで優勝を果たした桃田賢斗選手と奥原希望選手も参加して、見返りも負荷がかかる砂浜での練習で足腰などを鍛えていました。今年はもう勝負の年で、あと8ヶ月後にはオリンピックが待ってるので、そこに向けて倒したい選手の名前をとかを思い浮かべながら絶対勝つぞっていう気持ちで走ってました。練習の時はきついんですけど、ちょっとパッて外を見たら綺麗な景色があったりとかして、そういう意味でちょっとこう和んだりできるかなって、そういう部分でいい環境かなって思います。練習場には県内の実業団選手や高校生も見学に訪れ刺激を受けていました。自分もトッププレイヤーを目指してるんで、こういう選手に一歩でも近づけるように頑張りたいなと。バドミントンの日本代表選手団は今月16日まで沖縄に滞在します。